どのアンプでもいいからリバーブとかイコライザーとかの設定をしたら松本さんっぽくなるとかでは全然ない。アンプ単体で十分歪むものをまず使った方がいいと思います。ファイアーボール100っていうねやつあるんで、そういう名前のアンプ入ってるんで、これでファイアーボール弾いてみたらいいんじゃないですかね。それはお前の動画でやれよっていう、まあ、とりあえずウーバーシャルで割と最近の松本さんみたいな音だから、まあ、言ったらまずはとにかくそれだけでもう似てしまうっていう感じになるかもしれないっていうのと、外部の IR を読み込めるものにするっていうのが一個超おすすめなパラメトリックイコライザーが使えるもの。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたたちの声ですよ今の。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 LINE6 ポッド HD400 のマルチエフェクター使ってるんですが、松本さんみたいな音にするにはどのように設定すればいいですか。リバーブ、ミッド、ベースなどどのように設定すれば松本さんみたいな音作りができますか。そんなリバーブとかミッドとかベースとかそんなとこ触っても松本さんっぽい音にならないと思うんで、このポッド HD のアンシミュ部分、アンプを選ぶ部分とかでぽいアンプを選んでください。そうすると大体それでいけると思います。本当に本当にポッド HD400 のアンプ一覧みたいなのあるかな。16種類のモデリング入ってますとか言ってるんで、あ、ボグナーウーバーシャルあるじゃないですか。まあウーバーシャルはねちょっとねやらしすぎる音するんで、スーパーラブソングとかみたいな感じのちょっとどの曲にもオールマイティに使える感じの音ではないなっていう感じになると思うけど、ボグナーウーバーシャルにして、まあ癖のない感じの音に寄せていくようなイコライザーとかの設定にすればいいんじゃないかなっていうのが一個と、あとはまあ普通にマーシャルとかメサブギとか、いやーどうかな。え、そんなこと言って俺それにいろんなマルチエフェクター使ってるけどそんな風にしたことないんですよね。だいたい5150とかがいい気がするな。ないけど、ファイアーボール100っていうねやつあるんで、そういう名前のアンプ入ってるんで、これでファイアーボール弾いてみたらいいんじゃないですかね。それはお前の動画でやれよっていう話でしょうけど、まあ、とりあえずウーバーシャルで割と最近の松本さんみたいな音だから、まあ、言ったらメタルゾーンを、リターン差ししたみたいな感じの癖の強い音は出ますね。どのアンプでもいいからリバーブとかイコライザーとかの設定をしたら松本さんっぽくなるとかでは全然ない。そういうのは相当難しい部類ですね。しかもそのミッドベースみたいなそのざっくりしたイコライザーじゃ全然無理なんで、パラメトリックイコライザーめちゃくちゃ使いこなせますよみたいな感じだったらイコライザーで松本さんの音に寄せていくっていうのができるんですけど、なんかボックスのアンプってなんか松本さんが楽屋で使ってたとか言うけど、なんかモデリングのボックスのアンプって大体全然違う音しますよね。全然我々が欲しがってるない音してますよね。はい、そんな感じで、そうだからなんか松本さんちょっと使ってたっぽいとか使ってたものの周辺にあるような、ソルダーノさんってなんかどこの出身だったんでしたっけね。 なんかどっかのアンプメーカーマーシャルでしたっけから出ていった人でしたっけ。違うか、それボグナーか。なんかそんな感じでこうアンプ屋さんの系譜みたいなのがあるんで、この人はどっから出てきたみたいな、そういうので基本はだからマーシャルタイプではあるんですよ。ただここに入ってるのマーシャル JCM800 とかって全然歪まないアンプだと思うので、 JCM800 って全然歪まないですよね。我々的に JCM800 1台でビーズやろうと思ったら全然無理みたいな。 JCM2000 とかだったら結構歪むけど、アンプ単体で十分歪むものをまず使った方がいいと思います。それでプラスクリーンブースターとかみたいな使い方の方がいいんじゃないかな。まあとにかくなんか松本さんの過去のアンプこんなん使ってました FAT とかってなる前、に使ってたようなもののモデリングが入って、大体なんかしらは入ってるんで、その5150系なのかマーシャル系なのか、マーシャルは絶対入ってますよね。マーシャルのよく歪むアンプがだからここには入ってないんだけれども、ボグナーなのかみたいな、そのあたりを使うっていうことですね。まずはとにかく、そ
こが一番でかいところだと思うんで、それだけでもう似てしまうっていう感じになるかもしれないっていうのと、あとはとにかくね、十分歪ませれるかどうかだと思いますよ。そのレガスラみたいなのやって音が途切れないぐらい歪ませれるかどうかみたいな、うん、それをなんかあんまり歪まないアンプでオーバードライブとかペダル足して無理っくり歪ましていくと、そもそもアンプがそういう風にはできてないみたいな感じもあるので、もともと十分に歪むアンプを選ぶっていうことはすごく重要なんじゃないかな。そうすると別にその松本さんが使ってたっぽいアンプがこのマルチエフェクターの中には一つも入ってなかったとしても、とりあえず激歪みするアンプにしとけみたいな感じで近づけ方のパターンのもう一つあるよっていう感じになるんでいいと思います。イコライザー、パラメトリックイコライザー使えんのかな、このポット AGD は。あ、パライコあるな。パライコ使えるじゃないですか。あるある。ミッドフォーカス EQ っていうのもあるな。その中音域だけにフォーカスしたイコライザーっていうことだと思うんですけど、これかパラメトリックイコライザーかあたりで、あの半ワウ、ポッド HD400 で半ワウやりたかったらパラメトリックイコライザーで 800Hz のところを Q を狭くして 5dB とか 10dB とかドカーンって上げてみてください。そしたら半ワウみたいな音になるんで、ぜひ試してみてください。HD400 のキャビネット、選択肢が少ないですね。あ、キャビネットね。キャビネットも重要ですからね。IR 入れれないんですね。入れれないんですよね。IR 入れれるんだったら、あっちゃん IR にしなさいの一択なんですけど。そのビーズっぽい音出したくて、マルチエフェクター買うっていうんだったら、まずあっちゃん IR を、外部の IR を読み込めるものにするっていうのが一個、超おすすめな、あの、選び方。まあ、はっきり言って、その、どれを選んでも、マルチエフェクターがそんな変わらないと思うんで、安めのマルチエフェクターで、最近のそのうちの流行りでいうとパラメトリックイコライザーが使えるもの、そうじゃないものを買ってしまった人に何とかしてくれって言われるのが結構厳しいものがあるんで、ほんと買う前に相談してくれっていう話で、優先順位で言うと何かな、もう IR が一番かな。でもあっちゃん IR が使えるかどうかが一番かな。パラメトリックイコライザーがついてるかどうか、うん、これが2番目で、そのビーズっぽいアンプっていうのはもう3番目でいいと思う。別にそのそれに該当するものがなくても十分に歪むアンプが入ってれば近いというか、あとそのアンプのモデリングがの精度が高いとは限らないんで、ボグナーとかって言っても全然良くないボグナーの音みたいなのもあるんで、なんかズームのめちゃめちゃ安い G3 とかに確かボグナー入ってたと思うけど、それとかもさすがに無理があると思うんで、さすがにそんなに近い音にならない、やらしい感じのところばっかりが出てしまうみたいなのもあったりするんで、あ、 GT1 は IR は読み込めないと思います。だったと思う。多分読み込めましたっけ。俺がやってないだけもしかして。